教科百物語より、豆腐小僧、教科百物語は、1853年に、刊行された、日本の教科絵本。妖怪をテーマとした教科に、妖怪画の挿絵を添えて構成されたもので、編纂は、天明老人、挿絵は、流飛魔祭による。教科は、天明時代に流星を極め、教科に彩色版の挿絵を添えた、教科絵本が多数刊行された。 妖怪も、また教科の題材として楽しまれており、教科誌として名高い大田南方を中心として、100、物語会段階の手法を真似、計100種類の妖怪について、教科を読むという催しが行われていたが、それを再び行うという意図のもとに教科を募集し、その中でも優秀な歌のみ編纂したものが本書である。全十六体の妖怪をテーマとした教科を、各妖怪ごとに分類、 収集し、それぞれに最色版の妖怪画を添えて収録しており、妖怪図鑑というべき性格も帯びている。本書における妖怪は、教科の題材として滑稽な存在、快逆な存在として扱われており、かつて階段の主人公として、恐怖、威風の対象であった妖怪が、江戸中期にかけては、娯楽的なキャラクターへと変化していったことが見て取れる。小泉八雲も,も本書を所有しており、 この中から気に入った強化48種を英訳してゴブリンポエトリーの台で発表している。この総工には後に役も自身による妖怪が襲え、ヨーマシワの台で複製出版された。ありがとうございます。